アニメーション映画ゴーストインザシェル、攻殻機動隊がハリウッドでついに実写映画化が決定。主演のスカーレット・ヨハンソンさん、そしてビートたけしさんが PR イベントに登場しました。映画は脳以外すべて擬態という少佐率いるエリート捜査組織公安9課がサイバーテクノロジーを狙うサイバーテロ組織と対峙する、そんな SF アクション。イベントでたけしさんに撮影の感想を伺ってみると、こんなエピソードが。困ったなと、セリフ覚えが悪いって言ったんですよ。そしたらプロプターがいるという、ね、それでも字がよく読めないといういろんなことを言って難癖つけたんですけど、一番感動したのは主役のスカルト・ヨハンソンが俺のカンペを持ってたという、このこれを本当に記念写真で撮りたいくらいの感動だった映画は来年4月公開予定です。